ジョン・グリアー孤児院、1月14日、ジュディ様。聞いて、J.F. ブレッドランドは、ニューヨークの新聞で、火事を知り、様々な出来事を、中央紙が最大限に活かして、記事にしたと言っております。不安で、そわそわして駆けつけてくださったのです。黒ずんだ敷居に突っかかりながら、開口一番、お尋ねになりました。アレグラは、無事か？はい、と私は言いました。ありがたい。死は、声を上げて、椅子に座り込みました。ここは、子供によくない。今度は、厳しい口調でした。だから連れて帰る。男の子たちも一緒に。そして、私が口を挟む前に、大急ぎで付け足しました。妻と話し合ったんだ。わざわざ子供部屋を持つなら、一人じゃなくて、三人用でいいじゃないかって。書斎へご案内しました。火事以来、小さな一家は書斎で暮らしているのです。10分後、私が評議員と協議をするために下に呼ばれたとき、書斎に残った J.F. ブレッドランドは膝に新しい娘を乗せ、両腕には息子が一人ずつ寄りかかっていて、アメリカ合衆国一誇らしい父親になっていました。この火事により、成し遂げられたことがあります。あの兄弟は、一生安泰です。それだけで、我々が失ったものに、十分見合うほどです。でも、火元について、まだお知らせしていませんね。報告すべきことが多すぎて、全部書くと思うと、腕が痛くなってきます。週末に泊まり客としてステリーが来ていたことが判明しました。彼はジャックの酒場で叫びたりの一夜を過ごした後、孤児院の馬車置き場に戻って、よじ登って窓から入り、ろうそくを灯し、体を楽にして寝入ったようです。ろうそくを消し忘れたのでしょう。いずれにせよ、火事が発生し、ステリーは何とか命拾いをしました。現在は町の病院に入院中で、オリーブ油を体中に塗られ、我々の災難に関与したことを痛切に悔やんでおります。孤児院には十分保険がかかっており、金銭的損失はさほど大きくなかろうと聞いて、喜んでおります。その他に失ったものは何もありません。私にわかる範囲では得る一方です。もちろん、哀れな満身創痍の先生以外です。誰もが素晴らしく親切です。人類がかくも慈悲と優しさを備えているとは知りませんでした。前に私は、評議員の皆さんを批判しましたっけ？撤回します。火事の翌朝、4人の評議員がニューヨークから駆けつけてくれましたし、地元の方々の対応は見事でした。最閣下さえ、家に泊めている5人の孤児の道徳を叩き直すのに時間を取られ、私たちを一切困らせていません。火事は土曜の早朝に発生し、日曜にすべての教会の聖職者がボランティアを募ってくださいました。これから3週間、各家庭に子供を1、2名、
客として受け入れてほしい。孤児院の設備が再び使えるようになるまで置いてほしいと。皆さんの反応に鼓舞されました。30分で全員の行く先が見つかりました。これが将来持つ意義を考えてみてください。今後、そのすべての家庭が当孤児院に個人的な関心を持つのです。その上、子供たちにとって持つ意義も考えてみて。あの子たちは本当の家族の暮らし方を習得しつつあります。何十人もの子供にとって指定の敷居をまたぐのは初めてのことです。越冬に向けたより長期的な計画に関してはこうなります。カントリークラブが冬季は使わないキャディのクラブハウスをご自由にお使いくださいと丁重に申し出てくださいました。そこは我々の敷地の裏とつながっていまして、子供が14人暮らせるようミス・マシューズが取り仕切って調度をしつらえています。孤児院の食堂と厨房は無傷ですので、子供たちは食事と授業のために孤児院に来て、夜にあちらに帰ります。1キロ余計に歩く分、さらに良いです。ゴルフコースの分館と呼んでいます。また、先生のご隣人の親切でお母さんらしいミセス・ウィルソンが小さなロレッタのことを実によく見てくださっている方、あと5名、1人につき週4ドルで引き受けることに同意してくださいました。一番期待できる年長の少女を預けるつもりです。家事本能を見せ、料理を適度に小さな規模で学びたい子たちなの。ミセス・ウィルソンとご主人は素晴らしいご夫婦で、つましく、勤勉で、素朴で愛情深い。ご夫妻をじっくり観察するのは、あの子たちのためになるでしょう。主婦の育成クラスです。我々の東にある、ノールトップ邸の方々のことをお知らせしたでしょう？火事の夜、子供を47人止めて、元々の宿泊客の皆さんも緊急の子守になってくださったあの方々です。あくる日、我々は36人を引き取りましたが、今も11人を置いてくださっています。以前私はミスター・ノールトップのことを短気で気難しい老人だと言いましたっけ？撤回します。死のお許しをこいます。かわいい、良い方です。我々が困っている今、あの素晴らしい方が何をしてくださったと思いますか？地所の空いている貸し屋に、赤ちゃん用の調度をしつらえ、そこを取り仕切る英国人で赤ちゃん専門の乳母をご自分で雇い、ご自身が運営する模範的搾乳場製の上等のミルクを提供してくださっています。あの牛乳をどうしたものか、何年も悩みの種だったそうです。売るわけにいかないんですって。1リットルにつき4セント損をするから。A 室にいた年長の女子12名は、農夫の新しいコテージに住まわせます。気の毒なターンフェルト夫妻は、コテージで2日暮らしただけで村に押し出されます。でも、子供の世話には役に立たないし、あの空間が必要です。この女子たちのうち、
三、四人は里親から扱いにくいと返された子で、手際のいい監督が必要です。どうしたと思いますか？ヘレン・ブルックスに電報を打ちました。出版社を投げ打って、女子の管理に来て、と。ヘレンなら見事にやってくれるでしょう。しばらくの間ということで引き受けてくれました。かわいそうなヘレンは取り消し不能の契約を結ぶのはうんざりで、何もかも試行したいの。年長の男子には格別素敵なことがありました。私たちはJF ブレッドランドから謝礼を頂戴したのです。アレグラの件で、氏が先生にお礼を言いに行きました。二人は個人のニーズを検討し、その後 JFB が再び見えて、インディアンキャンプを大規模に建てる資金にと、3000ドルの小切手をくださいました。JFB、パーシー、村の建築家がすでに図面を引き終えています。2週間で部族が冬季宿舎に移れるよう我々は願っております。107人の我が子が焼け出されても何だというのでしょう。こんなに親切な世界にいるんですもの。金曜日、先生の容体は大丈夫だと、どうして私が受け合わないのかとお思いでしょう。この目で見た情報をお伝えできないのは、面会してもらえないからです。私以外の全員には会っているのです。ベッジー、アレグラ、ミセス・リバモア、ミスター・ブレッドランド、パーシー、様々な評議員に、皆が言うには、肋骨を2本と、腓骨も折った人、かっこ、骨折した足の骨は、専門用語で、腓骨というようです、かっこ閉じ。にしては、あたう限り、心地よく過ごし、経過は良好です。先生は大騒ぎされることを厭い、英雄としてポーズを取ることは潔しとしません。私は感謝している施設長として、公式にお礼を申し上げるべく、幾度か伺いましたが、必ず玄関先で言われるのです。先生はお休み中でお邪魔できないと。最初の2回は、ミセス・マガークを信じました。でもその後は、先生のお人柄はわかっています。ですから、幼いアレグラが命の恩人に、自分ではそうとは知らずに、お礼を言いに行く段には、ベッツィを責任者として派遣しました。こうなった原因は、皆目わかりません。先週、先生は十分友好的でした。でも今は、ご意見を伺いたければ、パーシーを派遣して引き出すしかありません。私との個人的な交際はごめんでも、孤児院の院長として、面会してくれてもいいのではないかと思います。疑う余地なく、我らがサンディは、スコットランド人であります。しばらく後、この手紙をジャマイカへ送るには、莫大な切手代がかかるでしょうけれど、何もかもお知らせしたいし、この孤児院が1875年に設立されて以来、これほどワクワクすることが次々と起きたことはありません。この火事がもたらした
大きな衝撃のおかげで、今後何年も我々は一層生き生きと過ごせるでしょう。あらゆる施設は25年ごとに焼き尽くすべきだと思います。それで、旧式の道具や時代遅れの考え方を一掃するの。サッカー、ジャービスのお金を使い切らなくて本当に良かったと思います。それで燃えていたらどうしようもない悲劇でした。ジョン・グリアーの財産はそこまで気になりません。特許医薬品によって財をなし、その薬にアヘンが入っていたと聞いています。燃えずに残った部分にはすでに板を張り、タール紙で覆い、孤児院に残った我々は一軒の一部でかなり快適に暮らしています。職員にとって広さは十分ですし、子供たちの食堂、厨房もありますから、より高級的な計画は後で立てればいいと思います。何が起きたのかわかりますか？善なる神が私の祈りを聞き届けて、ジョン・グリアー孤児院はコテージが集まった施設になるのよ。赤道以北で一番忙しい S ・マクブライドより。ジョン・グリアー孤児院、1月16日、ゴードン様。どうか行儀よくして、困難な状況をさらに困難にしないでください。即刻、この孤児院を私が諦めるなんてありえません。雛鳥たちが私をとてつもなく必要としている今、置き去りにするなんて、できないとお分かりになって叱るべきです。それに私は、この忌々しい慈善活動をやめるつもりもありません。かっこ、これであなたの文章を私の筆跡で書くとどうなるか、わかったでしょう。かっこ閉じ。ご心配は全くいりません。働きすぎということはありません。大いに楽しんでいます。これほどてんてこまいだったことも、幸せだったこともありません。各紙が家事を実際よりも大げさに書き立てました。私が赤ちゃんを脇に一人ずつ抱えて、屋根から飛び降りる図は大げさでした。喉が痛い子が一人か二人いて、かわいそうな先生はギプスだらけですけれど、ありがたいことに全員命があって永久に残る傷跡はなく、我々はこの状況を乗り切ってまいります。今は詳しく書けません。ひたすら死ぬほどせかされています。そして来ないでね、お願いだから。しばらくして物事がほんの少し落ち着いたら、あなたと私は二人のことを話し合う必要がありますけれど、まず一人で考えたいと思っています。S。1月21日、ジュディ様。ヘレン・ブルックスは14人の難かる女子に極めて堂々と対峙し、采配を振るっています。私が提供できる一番きついこの仕事を気に入っています。当院にとって貴重な職員になりそうです。パンチについて報告するのを忘れていました。火事が発生したとき、あの子を夏に預かってくださっていた素敵なお二人は、
カリフォルニア行きの汽車に乗る間際で、荷物と一緒にパンチも抱えて行ってくださいました。パンチはパサデナで冬を過ごします。これで永遠にお二人の子ではないかと思うものであります。こうしたもろもろに私が有頂天なのは不思議ではありませんよね。しばらく後、婚約者を失ったかわいそうなパーシーが、私ならば自分の悩みがわかるだろうと今晩尋ねてきました。どうして私はみんなの悩みがわかることになっているのかしら。空っぽの心から同情を絞り出すのは疲弊することです。哀れな青年はまだかなり落ち込んでいますが、私が思うに、ベッツィの助けを得れば、乗り切れるのではないかしら。今はベッツィに恋をする瀬戸際ですが、まだ自覚していません。いわば、悩みを楽しんでいる段階です。自分を悲劇のヒーローとみなしています。王能を重ねた男だと思っているの。でも私が見る限り、ベッツィがそばにいるときは、どんな仕事が待っていようと、手伝うと必ず明るく申し出るのです。本日、ゴードンから電報が届きました。明日来るそうです。会うのが怖いです。口論になるのは目に見えています。火事の翌日に手紙をよこして、孤児院を捨てて、すぐ結婚しようと、こうてきました。今度はとことん議論する気なのです。百人余りの子供たちの幸福に関わる仕事は、そのように、優雅にのほほんと捨てられないと、どうしても納得させることができません。来させまいとしましたが、あの性別の皆さんと同じく頑固なんです。ああ、この先何が待っているのやら、来年がどうなるのか、ほんの少しでも知りたいものです。先生はまだギプスをはめていますが、ブツブツ言いながらも、経過は良好だそうです。毎日少しは体を起こすこともできて、襟抜きの見舞い客に面会をしていると聞いています。ミセス・マガークが玄関で仕分けて、嫌な客を退けているの。さようなら。本当はもっと書きたいのですが、眠すぎて、目が勝手に閉じていきます。この表現は、セイディ・ケイトから借りました。今から寝て、明日起こる107の悩み事に備えて、睡眠を取らなくてはなりません。ペンドルトン家に愛を込めて、S.M.C.B.